柳谷添えは日本の新旧市である。関名は聖助。去年54。弟子に岡部祖堂、井上恵里、本間祥志郎、小野文恵、伊藤瑞宝、宮入高弘がいる。1906年11月6日、青森県青森市相馬町に生まれる。幼少期は函館市で過ごし、高等小学校を卒業後。 音正江が校長を務める日本新宮専門学院に入学し、翌年1923年、針、休術資格試験に合格。1927年、日本大学法文学部宗教科に入学。ソレイ新宮塾を創設する。ソレイとゴース。1931年、東京新宮医学研究所を結成。機関し、東京新宮医学誌を発行する。 1934年、日本漢方医学会を結成。1934年、日本高等新経学院を創設。1937年、拓殖大学漢方医学講座が始まり講師となる。1938年、雑誌、読むぎ松を刊行。移動の日本社を創設。東愛学協会の理事となる。1940年に古典に帰れをスローガンに、 岡部祖道、井上エリラと古典神宮研究会を創設。1943年、日本神宮医学研究所を結成。顧問となる。所長に、小前和夫医師、副所長に、竹山新一郎、主任に、本正知次郎を迎え、弟子である岡部祖道に、井上エリに、小野文恵にを研究するように命じた。日本神宮医学術発刊、全発刊。 1955年、フランス国際新宮会の招兵により、党、フランス、ベルギー、西ドイツの学会で、日本の古典新宮術を紹介。フランス、パリハリ学会顧問に就任。1957年、東洋新宮専門学校を創設、初代校長に就任。1959年2月20日に、東京定神病院にて、英民。 去年54、ありがとうございます。